はごゆっくりお楽しみください。ケロッグのコーンフレークを食べたいと思います。ケロッグのフレークっていうとコーンフロスティーのイメージがあるんですけど、こういう通常タイプのコーンフレークも売ってるんですね。だから今回初めて知ります。はい、それでは早速準備していきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、こんな風になってます。フロスティーに見られるような表面の白さはないですね。ということは甘さはないのかな。ではいただきます。おっと、やっぱりフロスティーとは違いますね。香ばしさが強くて甘さが控えめなので低カロリーでいいんですけど、フロスティーに慣れてるとやっぱりちょっと違いなと思う部分もありますね。というより、ケロッグやコーンフレークを出しているということを本当に初めて知ったのですが、まあこれはこれで美味しくはあるんですよね。料理とかに使うのならこちらの方が良いかもしれません。やっぱりコーンフロスティーと違って表面に甘さがコーティングされていないので、甘さはほんのりコーンの味がするぐらいで、かなり香ばしさの強いフレークになってましたね。なのでもうちょっとコーンの味を感じてもよかったのではと思う部分もあるのですが、通常のカーモンフレークだと甘くてという方にはこちらの方がおすすめですね。もちろんコーンフレークでヨーグルトとかにもよく合いますし、なんだろう、なんか前にどこかで聞いた情報なんですけど、揚げ物の衣とかに使っても面白いかもしれないですね。というわけで、そういう二次的な活用法があることも考えると、こちらの点数とさせていただきます。はい、それでは、夕立の心躍るかな雨音で、穏やかな夕立だったらいいんですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。